本日のテーマは、ようこそ映画音響の世界へ、裏方を褒めたたえるドキュメントなんですけど、みんな気づいてないでしょっていう、すごいことやってるんですよ私たちは、みたいな感じでね。やっぱもう本当にすごいなと思いますね。憧れますね。音声の編集に1年半かかって、その後ミックスに9ヶ月かかったという、撮影の1年前から音響の録音を始めたらしいですけどね。ざっくり言うと全てのものが音楽であるっていうのを、ものすごく分かりやすく提示した人なんですね。なんでね、オープニングにっていうか袖から入ってきてタバコ吸ってコーヒー入れて飲んでみたいな無駄な描写をお見せしたかと言いますと、これには意味がありまして、と言いますのも、本日のテーマは、ようこそ映画音響の世界へという、感じでやっていこうかなと思いまして、そういうタイトルでやるからにはやっぱちょっと映画音響的に、やらないとなと思って、ちょっと無駄な動作をちょっと最初に入れて、でしかも、ちょっと今まだやってないですけど、後からこれアフレコっていうかね、フォーリーサウンドみたいな効果音みたいな自分でちょっと録音して出そうかなと思ってるんで、それがうまくいってたらさっきのオープニングはすごいナチュラルになってるはずですけど、どうなってるかちょっとまだわかんないんで、僕も慣れてないんで、そういうねことで無駄な描写を入れましたけども、はい、映画音響、ようこそ映画音響の世界やって言っても、僕なんかようこそって言うとね、僕が映画音響屋みたいな感じですけど、僕はただの音楽家で、映画に関わる部分っつったら、サントラですね、サウンドトラック、映画の BGM ですね、を、制作したことが何回かあるっていう。もしくは、主題歌的な提供みたいなことですね。そういう面では、映画と、決して多くはないですけれども、一応関わったことがあるっていうぐらいですけど、映画音響っていうとね、またちょっといろいろ違いますよね。効果音作る人とか、会話のなんかね、やったりする人とか、いろいろいますからね。あれなんですけど、ようこそ映画音響の世界へという、ドキュメンタリー作品があるんですね。ネットフリックスで見れるんですけど、それをご紹介したいなっていう、ただそれだけですね。一応僕もね、多くはないけれど経験してきた身として、なんかお伝えできることがあればなとか思ってて、この作品、ドキュメンタリー作品自体は、ぜひ皆さん見ていただいたらいいと思いますけれども、映画ってね、僕映画好きですけど、まず映画音楽っていうのがね、サントラですよ。これがもう圧倒的なパワーを持って、サントラの違いによって映画が、物語がもう変わってくるっていうのは、ものすごい影響力があるものですよね。で、僕自身そのつもりでサントラをこれまで作ってきたわけですけど、ただそのいわゆるこのサントラじゃない部分、さまざまなこう裏方的に思われている人たち、の力っていうのはやっぱりすごいなって、もう常に毎年そう思う度合いがどんどん強くなっていきますね。でこのドキュメンタリー作品の中では、それをこうサークル・オブ・タレントっていうね、才能の輪っていう感じで作ってて、その中のこのサントラ、映画音楽っていうのはもうたった3分の1に過ぎないんですよね。3分の1って結構でかいですけど、でそれ以外にも、2つあるんですね。ボイス、声ですね。でそれからサウンドエフェクトっていう部分、それからミュージックっていう、この3つに分かれてて、ボイスの中にはさらに、プロダクションレコーディング、ライブ録音、ダイアログエディティング、ダイアログ編集とか、
で ADR っていういわゆるアフレコとか、サウンドエフェクツの中にはまあ SFX ですね、まあ、一番特殊な音を作っていくっていう、でそれがフォーリーっていうね、カスタムメイド音源みたいなものをね、こうマイクの前でこうやってなんかいろいろやったりして足音とか作ったりするような、でそれからアンビエンスですね、空調の音とか風の音とかそういうね環境音ですねみたいなのに分かれてて、でこれら才能の輪が集まってもういかに映画っていうものが素晴らしいものになっていくかっていうそういうね裏方を褒めたたえるドキュメントなんですけど、みんな気づいてないでしょっていう、すごいことやってるんですよ私たちはみたいな感じでね、で僕も音楽家として見てやっぱもう本当にすごいなと思いますね、憧れますね。その中でも今日は、ウォルター・マーチというね音響屋さんがいるんですけど、まあ、サウンドアーティストと言ってもいいからね、まあ、彼についての話がまあちょっと出てくるんですね、その話をねできたらなと思うんですけど、で、まあ、ウォルター・マーチっていう人が面白いのは10歳ぐらいの頃にテープレコーダーを父親からプレゼントされたかなんかで、で、まあ、当時のオープンリールのテープですよね、でオープンリールでそれを使ってまあ、遊んでたと、いろんなものをレコーディングしたりしてテレビの音録音したりして、でそれってオープンリールですから、それそのテープの部分をねハサミで切って、でまた接着剤で別の場所にくっつけたりすると編集できるんですよね、っていうことを子供の頃からやってて、で逆再生にしたりとか、そういうオープンリールを使った音遊びみたいなことをずっとやってたんですよ。多分当時そういう子供って珍しいけど多分いたんでしょうね結構、っていううちにある時ラジオを聞いたら自分がテープレコーダーで作ったのともうほとんど全く同じ音が聞こえてきたと、ラジオから、それ何かっていうと、当時フランスで、まあ、流行ってたっていうか、ムーブメントみたいになってた、ミュージックコンクリートっていう流れがあるんですね。これフランスの国営のラジオ局が結構率先してやってた、ピエール・シュフールとかピエール・アンリとか、まあ現代音楽的な文脈の中で一番語られるこう音を録音したり加工したりして、いわゆる音響彫刻みたいなね、音の彫刻みたいなものを作ろうとしていった人たちがいるんですけど、それはまあこう音を録音して加工してなんか変なよくわからない彫刻作品、音の彫刻作品みたいなのを作っていく人たちで、これ未だにこの、サンプリングとかね、ヒップホップで使うサンプルとかブレイクビーツとか、まあ、そういうもののこう源流みたいなことですね。それを少年時代のウォルター・マーチでラジオで聞いて、これ自分がやってきたことと全く同じことやってる人がいるんだみたいなこと で、でこれはいけるぞみたいな感じでだんだんなってくるっていうところ、まあ、そういう始まりらしいんですね。で後に USC っていう映画学校に入って、でそこで、ジョージ・ルーカスと出会うんですね、でジョージ・ルーカスと出会って、でさらにこのワーナー の研修生みたいなもので呼ばれてワーナーに行って研修受けるんですけど、そこでコッポラと出会うと、でそこで3人は意気投合して、ウォルター・マーチとコッポラとジョージ・ルーカスは3人で、まあ小規模な映画会社を立ち上げるんですね。ゾエトロープフィルムスタジオっていうスタジオを立ち上げて、でワーナーから出資を受けて映画作ったりするんですけど、でそれでワーナーから出資を受けて3人が作った映画っていうのが THX1138 っていう、もう伝説的な大こけした SF 映画があるんですけど、もうこれもうめちゃくちゃいい映画なんですけど、僕大好きだったんですけど、まあ当時はもう大こけして大失敗したっていうんで、でさらにワーナーがこれはお前コッポラに金を貸しただけだとか言って、金返せって言って借金まみれになって 何億円とかいう借金を抱えてもう倒産寸前になるっていう、まあ始まりからもうだいぶ大変な感じだったんですけど、まあまあそういうのを経て、まあね、後のスターウォーズみたいなのが出来上がってったり、まあ、また地獄の黙示録みたいなねコッポラの作品が、出てきたりするんですけど、まあまあコッポラのね地獄の黙示録はもう本当に当時映画館で見た人たちの話を聞くと全員言いますね、音にびっくりしたっていうのね、まあ、まず始まりがヘリコプターがね左から耳にバーンってパンしていくところから始まるんですけど、まあ、それがまあまずこう、まあ、サラウンドなんですね。当時の最初のサラウンドシステムを構築した映画作品ですよね。でその後映画でこうサラウンドっていうのはこうスタンダードになっていきますけど、まあ、それを
そのシステムも作り上げた映画という感じですね。これはねコッポラが富田勲さんのねあのサラウンドで聞く、惑星っていう作品を聞いて、まあ、それに影響を受けたっていうのもあるし、まあ、もともとねだから映画館では映画はモノラルだったんですよね当時で。それはLP の時代ですから当時もうとっくに音楽業界はステレオになってるんですよね左右で。でも映画業界は未だになんかモノラルみたいな感覚があって、でこのドキュメンタリーの中でも出てきますけどビートルズがレボリューションナンバーナインっていうね曲を出して、でそれはもう、多分世界で一番聴かれたミュージックコンクリート作品って言われますけど、ではそういう最初のピエール・シェフェールとかピエール・アンリンみたいなこうミュージックコンクリートの流れの中でビートルズが突如としてそういうそれと似たようなことを、やったんですね。これジョージ・マーティンの、力がすごい大きいと思うんですけど、でやっぱりこういうことやっていかないといけないんだっていうん で、でそれでこうサラウンドのシステムを、まあ、全くノウハウがない状態から始めていくっていうことで、まあ、ちなみにこの、コッポラの地獄の黙示録は音声の編集に1年半かかって、その後ミックスに9ヶ月かかったという、ことで、でも脚本にも音響デザインの内容が書いてあったらしいですね。だから音響デザインありきの脚本だったっていう、ことらしいですけど、壮絶なこの映画の音響を切り切られた人たち、まあ、これをやったのもウォルター・マーチですけど、で、まあ、地獄の黙示録より前にねゴッドファーザーってコッポラが作ってますけど、その時もウォルター・マーチが音響を担当して、まあ、それはジョン・ケージから影響を受けてたっていうのを語ってますね、ドキュメンタリーの中で。ジョン・ケージは皆さんご存知と思いますけれども、なんかまあざっくり言うと全てのものが音楽であるっていうのをものすごく分かりやすく提示した人なんですね。観客の、咳払いとかも、空調の音とかも、ちょっと歩くだけの音とかも、まあ、全てが音楽だから、なんか楽譜に書かれたものだけじゃなくて、もう何やったって音楽になるっていうようなことを分かりやすく提示したコンセプチュアルミュージシャンと、言っていいと思うんですけど、そのジョン・ケージの取り組みにウォルター・マーチは影響を受けて、それでゴッドファーザーの中で主人公のねアルパチーノがマフィアのボスとして人を殺すシーンがあるんですね。それまで俺はねマフィアを継がないぞと、俺は一般的な生活を送りたいんだって言ってたんですけど、初めてこう殺人を犯すところがあって、そこでこう頭の中のこの葛藤みたいなものがこう脳が爆発しそうになるようなこう心理的な描写があるんですけど、そこでスクラッチ音みたいなキーっていう音が、流れるんですけど、これを入れたのはジョン・ケージの影響だって、まあ、本人が言ってて、まあ、そういう感じでねこう、まあ、ミュージックコンクリートや、まあ、ジョン・ケージの音楽みたいなものが、こう映画業界に与えた影響みたいなものを、考えるとやっぱり面白いなと思いますね。まあ、ベン・バートっていうね音響技師がやったスター・ウォーズっていう映画の音響なんかもう凄まじい話でしたね。撮影の1年前から音響の録音を始めたらしいですけどねまだ撮影すら始まってないのに1年間かけて、録音してたんですね。もう各地を旅してっていろんな、まあそれはもうほとんどこう宇宙人たち の声ですよね。チューバッカの声とか、あれはクマの声らしいんですけど、不安だったでしょうね。これずっと録音してってるけど本当にこの映画完成するんだろうかみたいな感じでしょうね。で相当珍しい撮り方ですよね。まあ撮影すらしてないのに録音していくっていう、変ですよね、よく考えたらね。ね、まだ成功するかしないかもわからない映画で1年もかけて、釣り上げてたっていう、こう本当血の滲むようなね努力というか、まあだからその分ポシャった映画もいっぱいあるし、うまくいかないことっていうのもたくさんあるんだと思うんですけど、まあまあまあそういう意味でね音楽好きな方は、まあもちろん映画音楽みたいな、話もねしたいんですけど、目立たないね音響っていう観点からねいろいろ映画見てみると面白いんじゃないかなと思いますし、ようこそ映画音響の世界へ、おすすめですのでぜひ見てみてください。以上でした。ありがとうございました。